光と闇の創造神が司る天上の世界、アスベリア。そこであらゆるフェローの根源であるイカロスが誕生した。そして天上の星と呼ばれる13の主神フェローが世界の均衡を保っていた。主神フェローは万物の始まりであり神の霊物。これらと心を通わせる者は屈強な力を手に入れることができた。しかしある日、闇の創造神の襲撃を受けたイカロスは2つの羽を失い、人間の住むミドラス大陸へと墜落した。さらにそれを追った魔人と五軍団長らの勢力が地上に降り戦争を起こし、世界は闇に染められてしまう。これによりミドラス大陸で繁栄していたアーク文明は滅亡の危機に瀕した。しかし太陽と月を象徴するエイプスとシリウスという二人の英雄が現れ、封印の印象の持つ力で魔人を結界に閉じ込めることに成功する。傷を癒すため眠りについたイカロスの分身である白竜ベルゼロスは、魔人が封印された後、封印の印象を守るため永遠の歳月を送った。そして人間の王にその印象を守るよう伝えた。しかしベルゼロスはそれが大きな過ちだったと悟ることになる。印象のそして魔人の力に見入られた人間たちは王国に巨大な戦争を展開し、魔人を復活させようと企む。アークリオンの霊魂を継承した者は目覚めるの。世界を覆う闇に対抗するイカロスの力を復活させる時だ。よく来てくれた、アークリオンの末裔よ。神殿に到着したら私のところへ来るのだ。ゼルナリスは五軍団と共にミドラス大陸を侵略した破壊の魔人だ。もし復活したら奴を止めることは不可能。神竜を目にするのは初めてか？ここを守り始めてどれほどの歳月が過ぎたのか、思い出せないくらい遠い昔の気がする。
力に染まれ、虫けらどもよ。支配下となってしまった。支配された社主たちにも安息を与える。ベルゼロス様の使いだと？ならまずは支配された突撃兵を倒し、闇の魔石を除去してくれ。今だ！闇の魔石を除去してくれ。なかなかやるじゃないか。これでひとまず安心できる。あとは兵士たちを闇の力から解放するだけだ。支配された社主と指揮官を操る邪悪な気配を集めてくるのだ。支配された社主と指揮官を操る邪悪なオーラを集めてきてくれ。大変だ。サラント軍団に嘆きのロッドの上端の装飾が奪われた。ここは私が何とかする。お前はベルゼロス様のところへ行くのだ。サラント軍団に嘆きのロッドの上端の装飾を奪われてしまったか。旧サラント軍団を追いかけるのだ。そこに着いたらサラント軍団を撃退せよ。奴らを片付けた後、こちらへ戻ってくるように。軍団の力がこれほどだったとは。追撃の末、嘆きのロッドの上端の装飾のありかを把握しました。私の部下を支援しつつ、嘆きのロッドの上端の装飾を取り戻してください。
あそこでアインがサラント戦士に攻撃されています。サラント戦士を退治し、アインを救出してください。ありがとうございます。デイビッドを探し出し、カルス様のところへ戻らなければいけません。お力を貸してください。あれを見てください。デイビッドが攻撃されています。今すぐ助けなければ。助けていただき感謝します。私も一緒に戦います。アイン、デイビッド、皆無事だったか。よし、全軍サラント軍団を総動せよ。上端の装飾も取り戻しましたし、あとはサラント軍団を片付けるだけです。ここの事態を今すぐベルゼロス様にお伝えください。巨大な闇が吹きすさんでいる。正体はお前なのか。お前のおかげでサラント軍団を撃退することができた。ケイオスは私の後継者であり、素晴らしい潜在力を持つフェローでもある。大いに役に立つことだろう。禁じられた寺院は古代エルフの願いが込められた場所だ。古代エルフたちが死後も魔力石を守っている。ここを訪れる者がいるとは意外ですね。嘆きのロッドをお探しのようですが。これでヘリクスを倒すことができるでしょう。ヘリクスを倒したら急いで寺院の後ろにある魔力石を取りに行ってください。今です。急いでください。魔力石は寺院の後ろにあります。古代エルフたちの抵抗が激しい。
少し急いだ方が良さそうだ。古代エルフの射手を倒せば魔力石を手に入れることができます。魔力石を手に入れるためには封印を先に解かなければいけません。侵入者を退治せよ。魔力石は渡さない。私は魔力石を守る不滅の守護者。長い間ここを守ってきた。これで終わりだ。愚か者め、この体は不死身だ。持ってきた欠片を私にくだされば、嘆きのロッドを完成させられます。ここに巨大な闇が近づいています。今すぐアデル様を支援してください。ノディアスがもう少しでここに到着しそうだ。もう一度我々に力を貸してほしい。アークリオンの末裔よ、我が力を授けよう。アークリオンの末裔よ、お前にはまたしても借りを作ってしまった。嘆きのロッドは強力な魔力を持っている。
扱うには神獣の力が必要だ。